さあ、シー・オブ・スターズ続きいきましょう。さあ、今回は異世界に住まう者と戦う予定です。この扉の先にね、異世界に住まう者、ひいてはね、ブルガバスとエルリナがいるみたいなんですが、まあ、とりあえずここを開けるには、こちらの時計塔からマスターキーを持ってこいということなので、そちらを取りに行きましょう。さあ、またまたなんかいろいろさ、謎を解きながらクリアしていかなきゃいけないのかな。ん？ちょい待てよ。ちょっと待ってね。いろいろですよ。これ出したら、あ、そこが渡れると。はいはいはい。で、ここを渡ってスイッチを押すと、なるほど。そうするとここがガチンとね。はい、はまったね。まあ、こんな感じで、ちょっとギミックが多いステージかなと思うので、まあ、ギミック解きながら上進んでいきましょう。上か下。上。まあ、最上階を目指すんだから当然上でしょう。ただ、あれ？下行けない。もう行けない。何これ。まあ、とりあえずこっちから行くか。あ、宝箱っすか。なるほどね。これで両方開く。よし。いやー、正解ルートが先でよかった。あー、これは HP アップだっけ。レシアンにつけとくか。レシアンろくなもんつけてないからな。あ、でも30アップはでかいよ。耐久力が上がるのはそれだけ戦う有利に運べるってもんですよ。で、今度はこっちかな。こうやってこう、そうするとこっちには、うお、敵いるね。じゃあ敵いるけど、あー、これは一個ずつ上げなきゃいけないのか。なるほどね。上げる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 、いい。まあ、とりあえずやっつけてから考えるか。しかし経験値も大したことないのは悲しいな。お？なんかわかんないけど解けた。多分組み合わせがいろいろあったんだと思うんだけど、そう、びっくりしたね。急に解けちゃったね。よし、じゃあいいでしょう。上へ参りまーす。今度はなんだ？こっちはいけないんだな。なんかいるなぁ。うわぁ、これごといくんだ。ぴったりはまった。で？お？いや、なんだこれ。あ、オッケーオッケーオッケー、わかったわかった。だからまずはこうか。一個ずつやっていく感じだね。よし。で、真ん中のあれが開くと。オッケー。じゃあついでにあいつも持ち帰ろう。エレベーター起動させたけど、あとは戻る道をどうするかだな。いやー青の葉。へえ、青の葉とは一体。最大マナポイント5。バレアに欲しいな。いや、誰が一番使うかな。いや、ゼイルじゃないかな。ゼイルだよな。
見つけて、 HP はどうしようかな。ガールにつけようかな。攻撃力プライオンがね、さ、思ったより有料感が少ないかなと思うんだよね。最大 HP プラスの方が強いんじゃないか。よし、じゃあもう一回、もう一回層上か、行こう。あれ、こっちじゃない？あ、こっちか。さあ、もう最上階でいいんじゃない？ね。人がいる。どうも。マスターキー、ご存知ないですか？あ、あなたが時計職人？この人も時に囚われた人かな。僕たちにマスターキーを貸してくれま。君たちに何が必要であれ、私には関係ないことね。まあそうなんですが。あれってマスターキーか。そうやって鍵が現れるとは、妙なこともあるものね。もらってもいいのか。私は目の前の事実を述べただけ。悪いけど仕事があるから。思ってるあっさり手に入ったな。でここにさ、ホイールズがあるんでね。うわ、私にホイールズで挑みたいの。舐められたものね。まだ全てのチャンピオンを倒してもいないのに。あ、全チャンピオンを、あ、ごめんなさい全チャンピオン、この人が真のチャンピオンか。じゃあこれはまた後日挑みに来るとしましょうか。さて、戻ってきたらなんか置かれてるな、ここに。まあでもいいや、とりあえず戻ってきましたよと報告をね、してから。鍵を手に入れたの？ええ、バッチリだ。扉はすぐそこさ。君たちが使徒どもの相手をしている間に、僕らが装置をこっそり儀式場まで運ぼう。第二の塔に誓わない設計だから、住まうものをどうにかそこまで誘い出してよ。危険そうだけどやるしかないよな。本当にすごい装置なんだ、後悔させないよ。確実に成功しそうなの？食の魔法を触媒ができるなら間違いなくね。よし、作戦は決まったな。じゃあとりあえず第二の塔までおびき出せということらしいので、まあ早速行きましょう。厳重だな、二重扉か。何もない一本道、こっからはやばそうな道。おー、やばそうなもの。ちょいと早かったぞ。幸いだ。いさかいに住まう者はまだ遊びたくないそうだ。死にたくなければそこをどけ。我ら4人を倒そうとは何たる厚顔無恥ぞ。そして妄想はだはだしい。いや、バレ。キャエル、どこへ着くつもりだ？今すぐ工房へ戻れ。あんたらの相手はこっちだよ。スリー？おい。行くぞ。お、追わなくていいのかい？ただ、これは辛いな。とりあえず、まあ一発目はセライに毒の尻尾で止めてもらおう。まあ頑張るの俺なんだけどさ。よし、行くぞ。もう一周頑張って。よし、行った。あとはどれだけ頑張れるか。まあまあ頑張ったんじゃない。でこれはもうどうしようもないよな。なので、
まあ、威力をおさおこ落とす方向でいこうか、もしくはこれも無理だもんな。じゃあ威力を落とす方向でいこう。一応ムーメランで、四天王が相手か。二天王の時は楽だったんだけどな。よしよし、まあまあまあいいでしょう。頭道目、おーっと結構強いね。よし、いやー毒爆弾とかも投げたいけどね。現場の月とかいろいろあるけど、コンボは系はまだ置いとこう。よし、どうしようかな。ダメージ1パー与えたらこの辺だよな。2からいくか。うわちょっとそれはきついな。さあこうなったら全体攻撃で集められるの1個か。全体攻撃は、いやーでも現場の月か。X ストライクか。 X ストライクもいいな。じゃあもう1個貯めて、貯めるか。くっ結構やばいやばい、結構食らってる。おやつ、おやつ、そして X ストライクでいくか。2個集めたね。全体攻撃、よし、いいダメージだ。全体ダメージ、これつらいな。錯乱で一旦落とすか。でもとどめってそこまでのダメージじゃないから、もうゼイルでいっちゃおう。マジか、全体回復してくるのか。それは止めたかったな。回復を入れたいが、いやどうしようか、なかなか迷うとこだね。まあ貯めるか。おやつふんだんに使っていくよ。ガードで、うわ、しまったな、これ。さあ、誰が来る？これ1個もらって、ゼイルで攻撃すると、減るけど、ちょっと待って。こいつはまずいな。変えといて、1個もらって。うっ！カウンター？やばいって、これ。いろいろまずいぞこれは。うわっやばい、そうかそうだそうだ、2連くるんだ、やばい。ちょっと待ってね。回復、ちょっと全員の攻撃が重なりすぎたね今回は。で入れ替えらんないか。いやーどうしよう。いや入れ替えでいいや。こうだな。
いや、むず。よし。よし、とりあえず1体潰したら、あ、それはまずい。これはまずいんだよ。パフェ。よし。よし。で、ちょっと回復を入れます。回復を入れます。回復入れたら、しっかりガード。ああ、しきれなかった。で、仕方ない。あ、違う違う違う。はい。せっかくだから打ってあげよう。ベースパターン法。いやー、どうも船長。船長本人だけど、ここ海からだいぶ離れてるけど大丈夫？届く？おお、ナイス、超遠距離砲。よし、2人目やったね。残すはあいつだな。じゃあ三日月切りで、よし、これで1個打ち消したね。3からやるか。よしよし、いいガードだ。本来ならこう行きたいところなんだけど、やっぱまだがまたガードされるかな。やっぱガードされんな。ダメなのか。そいつはちょっとどうしたもんかだな。じゃあ強めの、あ、そういえば玄魔の月とかやってみるか。バリア行くぞ。どんな技だ。あら、一気に倒しちゃったな。なんだろう、四天王やっぱそんな強くないんだな、一体一体は。ぬう、なぜ貴様らなんぞに。うわー、ついに目覚めた。遅かったか、やっぱり。しかも怒っている。急ごう、走ればまだ間に合うはず。逃げ切れると思うか。住まう者は鼻が利く、隠れても無駄よ。それってむしろ歓迎だし。そんなに怪物の店になりたいか、愚かな奴らだ。お？急げって言ってるけど、まあ回復はしっかり取ります。セーブもしっかり取ります。視線のアミュレットが反応してる。ショックが起こせる。ショックが起きた。やったぞ、ショックが起きた。急ごう。この力があれば本当にいさかいに住まう者に勝てるのか。気をつけて。やばい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 、いけ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 。こんな杭はよくこんな杭がよくあったもんね。あれ、どこ、あれ、あ、こっちか。都合の良いアスレチックができたもんで、で、都合よくどっかにアイテムとか落ちてたりしないの。さすがにそんなことはないか。お、君は確かロケットか。金で買うか。金で買おう。あれ、塔の入り口は塞がってるから壁を登ろうと。なんか中に誰か見えたな。
うん、誰か見えてんな。あ、みんなも登ってるね。ちょうど屋上で合流かな。待ってたよ。キャイル、作戦は？君たちはあの怪物と全力で戦い、その間に水晶が魔力を駆使する。魔力が満タンになったら攻撃が放たれるはずだ。わかった。見事だよ。みんな調整は寸分の狂いもない。そしたら僕らは逃げるよ。あ、逃げよう。幸運を抜いてるよ、視点の戦士たち。ここは城の外ではないという扱いかな。ここはまだギリ城の中だからみんな大丈夫なのかな。ね、城を出たらさ、一気にさ、年取って死んじゃうって言ってたけど。あー、来た。来たか。異世界に住まうもの。いつでもどうぞ。僕たちもできるだけ援護するよ。私は住まうものとは戦わん。けど、後ろは私とガールに任せろ。お前らは、前に集中するんだ。アーリマンケーさあ、一ターンでそれは無理なので。いけるかな、これで。で、二ターンあるから、先にゼイルで。おお、1だって。で、これでスマウモノに。ああ、なるほどね。で、やっぱ、属性攻撃が効く感じだね。まあ、回復しながら、いきますか。まあ、まずは貯めていこう。どうせ、攻撃したって、ろくなダメージ入んないんだ。で、マナーを集めて、相手の攻撃を、受けていくような感じ。で、OK。全然これいけるね。あ、し、これはミスった。ちょっとしまったなぁ。なんかない？いや、ないなぁ。いやー、これは申し訳ない。今の失敗で。やっぱゼイルで行けばよかったな。ここでムーメラもったいないな。ルナシールドだ。必要なのは攻撃じゃない。ここは防御だ。クラッシュ。お前たち最高だぜ。で、あとは攻撃するか、普通に。あれ、じゃあ普通に攻撃する。ああ、こうやって魔力を増幅させていくのね。で、1個はゼイルが使って、よし、こういう増幅の仕方ありだな。 OK、 これぐらいだったらいいよ。で、これは錯乱をつけて、で、ゼイルがいけるよね。で、バレアが、お、食レーザーだって。5097で、これをさらにやり直しかっていう感じかな。なんだ、いさかいに住まうもの大したあれじゃないな。と、視点攻撃。お、で、ムーンが足りんから1個入れとくか。はい、攻撃で MP ため。で、次は、あ、このパターンは桜入れるパターンだね。で、ゼイルが攻撃で、バレアが1個入れで攻撃。そろそろ食レーザー来る？来ないね。セライどうしようか。足りないね。
なんかいいのない？あ、突き刺しあるじゃん。ちょっとブースト突き刺しとかでどう？よしや。お、食レーザー来た来た。お、5029だって。あと1回ぐらいか？この感じだと。そろそろ溜まったかな？来た。お、やったっぽいね。うん、いい戦いだ。これであいつも弱ってきただろう。あれ、塔ぶっ壊れたか。あ、塔を壊されたのか。ゼイル、あれ、ゼイルいなくなっちゃった。ふう、リュックが衝撃を受け止めてくれてさ。お、僕なら大丈夫だけど。ゼイルが水晶石割れたが、すまうもの生き延びた。もはや打つ手がないぞ。あー、そうか、塔ごとこうやられちゃったもんね。ゼイル、勝負はまだ終わってない。今度は2人ずつか。いやー、これは無理だぜ、ね、これは無理だべ。無理なのでとりあえず消すか。もう一旦あればね、消せるんだけどね。アイビーム130。ちょっと待ってよ。ルナシ、ちょっとでも回復をね挟んで。でもどうやって倒そうね、これね。お、このままではまずいけど、レシオン助けてくれ、頼む。それでルールは絶対だ、住まう者とは戦えん。それってずるいや、ずっと親切にしてきたのに。合意の上でのことだ。そんなの知るか。あ、バカなことを。ほうほう、本当にありよったぞ。どうなってるの？ここは私が話そう。何があってもいい。やつの気は引くなよ。やつって誰さ？お、ムビ。まさかエフォラン？まあ、出てこられたところで誰かわからないんだけど。お前がエフォランなのか？ついに我らの王がご帰還なさった。我らの王にして主が。あ、エフォラルだね。約束が違うぞ。私がやったのではない。使い古された言い訳をよせ。時の小瓶が住まう者に触れた。それが声であれ偶然であれ、お前の責任だ。ならばやり返すまで。だが、その前に。いさかいに住まう者、なぜだ。我が主、フレッシュマンサーよ。あ、フレッシュマンサーってそうか、こいつのことか。我々は。ワンか。はい。主を覚えておられるとは光栄です。なぜ今も生きている。ずっと城外にいたのだろう。犠牲です。それと忠誠も。治水バラを使いました。あ、治水バラ。出てきた、話に出てきたやつだ。
治水バラを使って寿命を伸ばしたのか。答えよ。苦しいか。うわー、痛むほどに。なるほど、あっぱれな忠誠心臓。いや、治水バラって1秒持つと1年寿命が延びるんだけど、その代わり常に激痛もしくはもうこの世のものとは思えない姿に変わることを受け入れながら生きなきゃいけないっていうやつだよね。うん、読んだ読んだ。それでも住まう者の復活には誰が真空月を呼んだ。我々だ。なら礼を言おう。望みは何だ。主よ、お話が。聞こう。この女魔導士は比類なき魔術の使い手です。彼女らなきっと主の新たな居城の頼もしい副使になるかと。してそっちの男は。すべてを忘れ、この四天の戦士たちとは二度と戦わないことの、のみを望んでおります。なるほどな。いさかいに住まう者は二度と失うまい。使徒たちよ、永遠のしぼべとなる覚悟は良いか。他に何を望みましょう。あら、連れ帰っちゃった。ならば我が最高傑作と共にされ、我もすぐに追いつき変身の儀を執り行う。そうとも、お前たち4人は住まう者と融合し、その両親となるのだ。そして遠い未来においてお前たちは新たな種の王として共に舞い戻ろう。光栄です、主よ。3は？あれ、3は？手出しは無用だ。無敵の生命体が生まれるぞ。さてと、次は副官の剣だが。武闘かよ。忘れることを望むか。そうだ、そして二度と四天の戦士とは戦いたくない。ならばお前の不在が響かぬよう見せねばならぬな。もう行け、住まう者と人たちの後を追え。バレア、今ならまだ。話ならもう済んでるし。ゼール、俺と一緒に自由を。聞きたくない。ひとまずは己を救え。エルリナ、きっとまたお前を見つけてみせる。お前は生きろ、ブルガバス。すべてはお前のためにやったこと。ただもうよい、出発の時ぞ。ブルガバスと言ったか。お前に新たな姿と名前を授けよう。望みは何でも叶えてやるぞ。俺は期待に応えようと必死に励み、その度にノロマだと責められてきた。我が望みは一つだけだ。新たな主よ、自信をくれ。俺にふさわしい役目を。そうか、なら心配ない。すべてが終わった時、お前はこの世で最も俊敏な男になっていようぞ。うわ、展開がついていけないな。女魔導士よ、じきにまた我が失脚を欲する争いが始まりそうだ。協力するなら我が去った世界の王にしてやろう。満足のいく条件か。問題ない。ならばお前に新たな姿と名前を授けよう。望みがあれば言うがよい。力が欲しい。圧倒的な力が。よかろう、さあ行け。すぐに追いつく。力に溺れたがエルリナ。
ブルカバスは過去のトラウマだな、完全にな。まあ、モレンのせいだな。あれはな。さてと、どこまで話したか。後ろに隠れて。では、やり返すぞ、レシュアン。一撃だけ、そういう約束だ。どうした？こやつらが耐えられぬか、心配か？かかってこいよ、お前なんか。負け犬じゃんか。ガール。危ない。え？なんかした。ガールが危ない。でもレシアンがなんかした。時を止めたか？時間を止めるのは不可能かと思ったが、どうやったレシュア？正確には止まっていない。タイムループの実験中、時をほとんど止められることに気づいてな。わずかな一瞬を無限に繰り返すことでか。賢いやつよ。ならば、この水晶がタイムループをライプループを保持する鍵か。実に美しい。呼び名は？時のかけらだ。お前は昔からものづくりにかけては天才的だった。手土産に一つ欲しいものだが、この水晶はループが立たれた瞬間に溶けてしまうのだろう。それで今までどこにいた？またもや何百年もの間、例の大書庫で伏せ伏されていたのか。いつまで続ける気だ、エフォラル。いや、この二人本当何してるんだよ。何が、お互いに何がしたいんだって感じがあるよね。お前の破壊のせいで大勢が苦しんでも、やはり気が咎めんか。おいおい、またその説教か。その視点の戦士たち、なぜ共に旅をしている。超越にはまだ早すぎよ。わからんぞ。そいつらが私を追ってくると、これは一体何の罰だ。種の絶滅を招いたろう。あ、いずれにせよ、お前が時系列を再構築した時に失われる命ではないか。まだ気に病んでいるのか。なるほどな。もう一度の過ちで修復は不可能になる。エフォラル、彼らの苦しみは現実なのだぞ。私の苦しみもな。確かにそうだ。同感だよ。ならば、そこは飛ばして、お前の質問に答えよう。そうだ、この二人が必ずお前を今の砦から追い払ってみせる。おいおい、笑わせるな。仮にそいつらが星の海を渡れたとしても、その前には女魔導士が立ちはだかる。彼女の力はそこが知れんぞ。二人なら勝てるさ。確実にな。確実になんだ。こいつは驚いた。裏若き視点の戦士たちをかつての恩師と戦わせようという男が、この私を悪者と呼ぶのか。その話はしてないぞ。急になんか問題すり替えてきやがった。お前なら指先一つで私を止められるはずだが、あえてそうせず、いつの日か事態が好転するという愚かな信念にしがみつくことを選ぶわけか。まあ、決して自分の手は汚さないのね。なんでだろう。なぜ自分でことを起こさないんだろう。もういい。ぬはははは。好きにせよ。話せて楽しかったぞ、相棒。ガール。やばい、ガールが。レシャン、なんとかしろ。ガールは直撃を受け、斧が身を守る魔力もない。私でも助けられん。すまない。
はは、は真の負け人はどっちかな。お前ももうすぐ死ぬ。最後に言うことは。ガール、そんな。死なせてたまるか。お。ん？ゼイ、お、長老、霧の長老、ゼイリュよ。久しぶりですね。主の親友が行く前に見せてやるのだ。時は満ちた。己の真の力を受け入れ、ガールをわしのもとへ届けよ。霧の長老、今すぐ会わなきゃ。え、けど遠すぎる。ガールが死んじゃう。わからないか、バレア。空を飛べば一瞬さ。飛んだ。ソ連。ゼイル。なら、本当に光の玉になれたんだね。お？逃げるな、今だよ、フレッシュマンサー。女バラ主と共に待っているぞ。死にたければ来るがよい。ガール大丈夫かな。お、ルアナ、急ごう。あ、そっか、お前もそれ使えんだった。なんだここ、空飛べたりワープできたり。お前もそうだね、空飛べんだよな。そんなやつらばっかだな。大丈夫なのか。気分はどうだ。これってダメかも。ゼイル、マジで苦しいや。本当にごめん。体がどんどん冷えていくよ。水に浸かってるかじゃないかな。けど最後に空を飛べたしさ、超気持ちよかったよね。喋らないで。ならエルニナとフレッシュマンサーを追うんだろ。今はそれどころじゃない。あいつらかなり遠くまで逃げたみたいだ。そのことはいいから、ガール今はじっとしてて。僕も一緒にそこへ行きたい。最後のもう一度だけ君らを助けたいよ。長老、死を目の前にして主の予言の成就しとらん将が語りかけてきて、語りかけてきとる。そこに救いが見つかるやもしれんぞ。お、なんかこれ見たな。あ、これも見たことあるな。お、竜じゃん。あ、いやいやいや、火山あったね。あ、これも見たことあるぞ。あれ、星の海だ。バレア、僕今見えたんだ。まだ君らの力になれるかもしれない。ありがとう、木の長領。やっと分かったよ、星の海のことが。大丈夫か、ガール。けど一歩遅かった。せめてもう一日あれば。思い出せ、ガール。あれを求めよ。あれ？その時が来たら余命のフラスコを求めるのだ。ああ、はい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 、なんか言われたねこれね。レシオン、余命のフラスコ貸してよ。え、治った。いや、あっさり治った。いいぞ、なんか効いた気がする。これってまるで、やっぱダメ。うん、あれ、僕ってよく聞けがある。その肉体が薄まったような気分は余命を借り受けた副作用だ。余命を借り受けるって何。お前が明確な使命を持っているからこそ
その薬は効果を発する。お前がいるのは生死の狭間だ。借り受けた余命の力で最後の使命を果たすまでは生きられようが、いずれは死ぬ。その事実は変えられん。うん、分かったよ。それにやるべきことは承知だし、まず。ガール。ん？そんなにあっさり受け入れちゃうの？僕には時間がないんだ、バリア。一秒も無駄にしたくないんだよ。やめてよ。きっとまだ方法がある。それがないのだ。すまない。最後の使命以外のことに時間を使えば、魔法はすぐに解けてしまうだろう。みんないいんだって。月のゆりかごの子供として僕は十分すぎるくらい楽しんだしさ。あとは最後にもう一度だけ君らと冒険がしたいんだ。ガールが最後の使命に取り組むことで余命を最大限に引き延ばせよう。そういう問題じゃない。ガールを死なせたくないの。どの道手遅れだって。僕は最後にもう一度だけ君らを助けたいんだ。僕のために頼むよ。一生に一度の最後の願いってやつさ。どの道僕は死ぬんだ。だったら残された時間を大切にしない？ガール、前向きすぎる。前向きがすぎる。大切にする。大切にするよ。なら決まりだ。やってやるぞ。星の海を渡るには、ある人たちに許可をもらわないといけない。そのための構想材料が必要なんだけど、僕に考えがあってさ。ガール、お前もう主人公だよ。その人たちはどこにいる？空の上だよ。は？さっき飛んだのって勢いでやったんだろ？うん、自分でもどうやったのか。神々との絆に目覚めても、新たな力の成熟には時間がかかろう。構わないよ。他にも方法ある。メサ島の南に謎の寺院があってね。そこも大空と繋がってるんだ。イ・エースが近くまで運んでくれる。急ごう。はあ、というわけで、イ・エースが近くまで運んでくれる、だって。いやー、なんかいろいろあったね。ガールはもうすぐ死んじゃうのね。で、エフォーラル会いましたね。彼が黒幕ですか。じゃあこの後はエフォーラルを追っていくってことになるんですかね。いや、とりあえずまあそうだね、空はそのうち飛べるようになるのかな。まあ空を飛べないといけないようなところは何箇所かあったと思うから、これは断崖絶壁だから無理だろうな、船じゃっていうところもあったのでね。まあそこを今度は渡っていくことになるのかな。ではまあ今回はこんなところにしておしまいにしましょう。はい、じゃあセーブして終わります。どうもありがとうございました。